豆腐だけで驚くうまさ、無限発酵豆腐を作ります。お麺豆腐に重しを乗せて水切りし、2センチ角ほどに切ってポリ袋に入れたら、片栗粉を入れ豆腐が崩れないよう優しく振ってまぶします。フライパンにサラダ油をひいて中火で熱し、豆腐を並べて全体がきつね色になるまで加熱します。取り出して油を切り、塩、粗挽き黒胡椒をまぶします。まぶし終えたらお皿に盛り付けて完成です。サクサクの食感に黒胡椒でパンチの効いた味付けが絶品。コロッコロの可愛い大きさで食べやすく、豆腐でヘルシーに罪悪感なく食べれますので、気になる人ぜひ作ってみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。50円で作れて絶品ふわとろ豆腐オムレツを作ります。ボウルに豆腐を入れ、ホイッパーで混ぜペースト状にしたら、卵、片栗粉、だしの素、醤油、砂糖を入れ、卵を溶きほぐし混ぜ合わせ、小ネギを細かめに小口切りして入れ、さらに混ぜます。フライパンに油をひいて中火で熱し、合わせた材料を流し入れ、蓋をして中火で2分蒸し焼きします。蒸し焼きしたら半分に折って形を整え、お皿をかぶせて返し取り出して完成です。豆腐と卵のふわとろ食感が50円で作ったとは思えない驚きの美味しさ。出汁がしっかりと効いた和風の味付けがやみつきになる美味しさですので、ぜひ作ってみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ただ焼くだけでうますぎるやみつき焼きたれ豆腐を作ります。お麺豆腐に重しを乗せて水切りし、水、白だし、おろしにんにく、ごま油を合わせておきます。米あたれがある場合は代用してもより美味しく作れます。水切りした豆腐を4等分し、片栗粉をまぶしたら、フライパンに多めに油を入れて中火で熱し、豆腐を並べて全面が色づくまで加熱します。加熱したらフライパンの余分な油を拭き取り、合わせ調味料を流し入れ、豆腐に絡めてお皿に盛り付け、粗挽き黒胡椒、刻み小ネギを散らして完成です。こんがり焼いた焼き目の香ばしい風味と、だし、にんにくごま油の旨味の効いた味付けが絶品。焼くだけで簡単にやみつきになる美味しさですので、ぜひ作ってみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ただ焼くだけでうますぎる焼き塩マヨ豆腐の作り方。水切りした木綿豆腐を1センチ幅に切り、片栗粉、塩、粗挽き黒胡椒を混ぜ合わせ、豆腐の表面にまぶします。フライパンにマヨネーズを入れ溶かし広げ、片栗粉をまぶした豆腐を並べ、両面に焼き目がつくまで焼きます。焼き目がついたらお皿に盛り付け、刻んだ小ネギを散らして完成です。うまヨネーズ。マヨネーズの旨味が全体に染み渡り、表面はカリッと、豆腐だけでメイン級の美味しいレシピですので、ぜひ作ってみてください。よりわかりやすい通常動画は概要欄に。チャンネル登録もよろしくお願いします。